さあということで、始まっております。では行きましょう。栃木市プレイバック2020 はい、ありがとうございます。どうやら始まっておりました。はい、さあということでございましてね、はい、もう2021シーズンの開幕のです、ね、ということで、始まっております。はい、おう、なんだこれ、なんか声がバグってるな。これでいいのかな、大丈夫かな。はい、ということでございまして、2021シーズン開幕もですね、もう1ヶ月を切っております。さあということで、開幕が始まる前にですね、監督と選手の皆さんで、昨年のね2020シーズンを振り返っていこうじゃないかと、試合をですねダイジェストで見て、みんなで振り返っていこうじゃないかという企画でございます。栃木市プレイバック2020ということでございまして、本日はですね司会進行を務めさせていただいております、栃木市公式応援リポーターインスタントジョンソン杉です。どうぞよろしくちゃんでーす。はい、ありがとうございます。さあということでございまして、もうね、監督もそうですけども選手の皆さん待機しておりますので、ご紹介させていただきます。まずは監督お願いします。よろしくお願いします。監督よろしく、本年もよろしくちゃんでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、はい、さあということで、そしてじゃあ選手一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。杉様こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介の方よろしくお願いします。背番号4番高杉亮太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ続きまして、幸太郎くん。はい。はい。背番号34番有馬幸太郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそして井出くん。はい。背番号40井出啓太です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そして最後、大島選手。はい。背番号19番大島幸喜です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、田坂監督と4選手、計5名、そして僕も含めて、ね、6名でお送りしたいと思います。さあ、ということで、今まさに、キャンプ中でございますが、田坂監督キャンプ、はい、今やってると思うんですけども、いかがですか？みんな眠そうでしょ？疲れ切ってテンション低いでしょ？いいですキャンプ中で。けど、まあ、この1時間ちょっとテンション上げていきますんで、けどみんなかなり走ってもらってます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもうもうどうぐいぐい行ってるんですね。もうゲームではぐいぐい行きますよ、はい、あ、そうですか、はい、高杉選手、はい、どうですか、キャンプの雰囲気いかがですか？いや、本当きつい中でもみんな笑顔で頑張ってます。ちょっとなんかお疲れの様子ですけど。いや大丈夫、そんなことないですよ、はい、そんなことないですか。大島選手、はい、どうですか、キャンプの中でなんかこう、今年はこいつなんかムードメーカーだなっていう人いますか？どうですかね、うん、今年ムードメーカーちょっと、でも豪気でしょう、ま、いやいやいや、豪気でしょう、豪気でしょうという声が上がりました。いつも練習中に俺の近くの耳元で豪気声出せ声出せっていつも言ってくるんですよ。だ、俺がいきなり大声出すんですけど、はい、いきなりみんなが俺が勝手に大声出したって思われるんで、杉さんちょっと大きな声で言ってください。本当に大きな声で言ってください。僕に指示が大島選手しか聞こえないから、急に大島選手が大きな声出したという。そうなんですよ。ちょっと有馬選手、はい、そういう感じに見えちゃってるわけですか、大島選手は？はいはいじゃないの、はいって。井出選手どうですか、そういう大島選手見てどう思いますか？いや、まあ先輩なので何も言えないですけど。はいいいですね、なんかこのドライな感じだけどちょっと仲のいい感じもさ、ちゃんと見える感じがいいですけども、なんか雰囲気がバシバシいい感じで伝わってきておりますので、はい、さあということでございましてですね、栃木市のプレイバック2020スタートしたいと
思うんですけども、この配信はですね、まず今日が1回目でございます。2月の7日が1回目、そして2回目はですね、2月の10日にございます。そして3回目が2月の12日という、この3回の配信となっておりますね。またエンディングの時にね、ちゃんと詳細とかまたアナウンスしますんで、そちらまでお待ちください。さあ、ということでございまして、ちょっと監督、はい、今日はですね、第14節まで、はい、振り返っていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。2019シーズンのようになかなかしんどいVTR はないのでいやいやいや、ありましたよ。ありましたか。ありましたよ。まあちょっと思い出しながらまた、まあこれ 裏話がね、去年やったみたいに、うん、はい、表に出たないようなこともちょっと話しながらできたらなと。ぜひお願いいたします。それ求めておりますので、ありがとうございます、はい、さあ、それではですね、早速いきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。そして見てくださっている方もよろしくお願いいたします。さあ、ではいきましょう。早速ですね、3試合振り返りたいと思います。まず3試合ですね、早速第1節のアウェー、ビファーレン長崎戦から第3節ホーム東京ヴェルディ戦まで見ていきたいと思います。さあ、それではいきましょう。プレイバック。コータ中井久志、第4の審判は国吉正樹です。2020明治安田生命 J2 リーグの第13節、夏の5連戦、夏の陣その4戦目、琉球対栃木の一戦、今試合が始まりました、はい、そのプレスに行くタイミングというのも、うん、無駄がなくなっているというふうに、自分たちの自信、守備に自信を見せています。シュートを放っていきました、ゴールキーパーのダニー・カルバハル、富所に入ったところ、ここ消します。そして有馬、榊、つながって榊のシュート、栃木先制。前半の11分、久しぶりにスタメンで出てきたこの榊翔太、今シーズン2点目。中央あたりニア近づいてきて、鈴木がクリアします。左エンドがホームの琉球です。ちょっと待ってくださいね、これはどうなっちゃってるかなちょっとトラブルですね、ちょっと待ってくださいね。はい、音声だけしか聞こえてない感じですよね、きっと皆さんね。どうですかね、皆さんの声も聞こえてないかな。うん、あ、戻ってきましたね。皆さん聞こえますか。声は聞こえます、はいはい、ちょっと画面が見えなかったですよね。はいはいはい、でなんか琉球戦っぽい音声だけ流れてましたよね。でしたね、はい、ですね、ちょっとおそらくですね、システムトラブルなんじゃないかなと思います。ちょっと今ですね、スタッフさんがですね、復旧に当たっております。はい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 、少々お待ちくださいね。私の声がちょっとタオリングしちゃってる。エコー強め。エコー強。さあ、皆さんちょっと少々お待ちください。すいませんね。はい。さあ、ということでございましてね。いや、もう2020シーズンはね、監督がちょっとね、いろいろ世間的な大きな事情があって、うん、まあ自粛期間がめちゃくちゃ長かったっていう時期もありましたし、うん、まあそういう時はなかなかね、過去に例のない状態でしたから、いろいろとモチベーションも含め大変だったんじゃないですか、いろいろと。うん、まあ本当今思えばかなりなんていうんですかね、不安がよろぎりましたね、みんなに。うん、そうですよね、うん、本当にこのままリーグできないんじゃないかなっていうところだったりとか、はい、本当にやっていいのかなっていうところがね、まあ僕らっていうより選手もそう思ったと思うんですよね。そうですね、その時に、はい、だからまあじゃあ再開するまでの期間っていうのはいろんなことを考えたり、いろんな準備は我々スタッフはしましたね。ですよね、うん、これなかなか皆さんまあそうだと思うんですけど、経験のない状態でしたからね。はい、さあ、ということで監督、ちょっと はい、動画がトラブってたんですけど準備ができたということなので、はい、じゃあもう一回行きたいと思います。はい、お願いします。はい、行きましょう。
11月22日まで9ヶ月間にわたりホーム&アウェイ方式全42試合前半は右から左に攻める前半の10分を過ぎたところです中央に持っていったクロスバーの上ここまではコーナーキックは中央かニアというシーンが多かったところですがここも中央かこぼれて高際です強いシュートにはなりませんでしたキャプテンでキャプテンです左足ゴールから離れるニアださあ流した入った長崎先生いやよ長崎先生フレイレフレイレ新加入のフレイレが取ったいやこのね加入後しかも開幕戦のねファーストゴール非常に嬉しいでしょうね1点とビハインドここはすらしてゴール前矢野の頭でしたクロスが入ってくるハイボールだヘディングシュートはゴールの右側矢野起床ですゴールから離れていくボール今度は中央ヘディングキーパーセーブ今のは角田です吉岡です今日 J2 通算50試合目クロスが入ってくるキーボールキーパー跳ね返す前半の11人ずつが戻ってきました後半はエンドが変わります左エンドが青のユニフォームホームのビファーレン長崎いやただね今こけずに、頑張りましたよねさあ亀川ボールを持ってゴール前にアイルに入ってきたシュートは吉岡、キーパー正面吉岡の左足、まあ、今中盤でのね変わってきたハイオンテも182センチありますさあどうするすらしてタッチションシュートは高木は取ったこのチャンスになりそうですねハイオンテ後半から入ってきましたハンドゴール前ヘリングは決まったか決まったかいえ決まってないファールですねファールです倒れているのは二人岩間から大崎につながったクロスが入ってくる流れたあよく触りましたね今高際選手良かったですよまあここで時間をしっかりと使うっていうところでしょうね畑もそのあたりをよく分かっていてボールキープさあシュートを打ってきたキーパー正面川田を抑えたまあいい時間を作ってくると非常にやっぱそのチーム内の競争っていうところがねチーム内のそのレベルアップ活性化にもつながりますさあここで山岡出身の長い笛がありました試合終了です1対0ホームの長崎がなかなかこう上がりにくい部分はあると思うので本当それぞれのクラブでいろんな工夫をしながら選手を今こうって、まあ、あの第一節を参考に、まあ、うまくいった点ともっと、ね、改善しなきゃいけない点というのを整理してここまで来ているでしょうから入りやすいゲームなんじゃないかなと思いますねいけないんですけどね末吉を狙ってそれを回避して渡辺動き出した大月そこに来た右足ポスト一つプレスのスイッチを入れに行った栃木そこを回避してセカンド拾ってから選手たちなんでその選手たちがちょっと今変化を出し始めてますよね、はい、さあ山田進入してきたセカンド先制山形前半の18分渡辺渡辺に出し入りしてサイド熊本低いクロスできた中村シュート狙った長身の選手が散らばっていきました中央でした栃木大外からでも入れてきますさあ一つ抜け出した折り返しここはもう一手かけてきました位置を取った栃木でした最後は溝口のクロス必要あるのかななんて思いますけど後半スタートです右エンド山形そして左から右に攻めていくのが栃木です
さあ、エスケゼロ高いボールできた、パサイド、中村ここも狙った、うん、ボールを押し出すように蹴ってたんで、これはもう無回転でね、中央高さがあります、ハイクロス入れてきた瀬川、今度はアリーできた、ヘディング、矢野のヘッド、タイムアップです。山形今シーズンの初勝利、試合はご覧の通り、記念撮影用にその T シャツを着ています。栃木県グリーンスタジアムに J リーグが戻ってきました。ちょっと今密な空間になっています。さあ、この密な空間のどこを越えていくか、榊です。わー、ポスト、いいキックでしたね。ただセカンドチャンスまだある、森からヘディングシュートは上でした、浮いてしまいました矢野です。しかしそれを縦パス、鋭いパスを奈良湾に入れた、そして井上、ベルギーらしい回すサッカー、藤本から山下入れてきて、藤本がいや正面でしたが、素晴らしいボール回し、あ、完全に崩しましたけどね。ピッチレベルでは風はほとんど吹いていません。なんとか雨も雷の心配もなさそうです。後半始まります。後半右から左に栃木 SC、 そして左から右に東京ベルギーが攻めていきます。まあ、パスをつなぐ意味やボールを保持するという意味は全てゴールからの逆算であって、バッターがない、おお、ここでボールを奪う、シュートを打っていく、よく対応した、しかし PK です。手ですかね、手に当たっちゃいましたかね、高橋翔平にレッドカードが出てしまいました。栃木先制点を取りました。高木翔太、今シーズン初先発でゴールを挙げました。思わぬ形でゲームが動きました。去年も1ゴールだった高木だったんですが、田代と佐藤のプレーでした。森から佐藤、空いた、高木、こぼれ球、うん、秋元行きますが、秋元ファウルです。山下の駆け引き、山下と瀬川ですが、クロスが上がる、ヘディングができればチャンスなんですが、佐藤雄平打ってくる、おー、点ゴール、佐藤雄平の左足でした。後半の12分追いつきました。よく決めましたね。素晴らしいミドルシュートでした。また矢野、中央から行きます。エスクデロ、先ほどどうする、シュート打っていった、あ、ナイスキーパ ー、柴崎よく対応しました。久村から中央に入ってくる、試合終了です。お互い1点ずつを取っての引き分け、初勝利を目指した両チームだったんですが、勝ち点1ずつを分け合うということになりました。はい、ということでございまして、3試合見ていただきました。さあ、それではですね、まずはですね、長崎戦から振り返っていきたいと思います。監督、よろしくお願いいたします。はい、まあ、はい、新しいシーズンの開幕戦で、まあね、うん、お互いは緊張してたと思うんですけど、そうですね、まあ、その前19年がギリギリ残留したというところで、うん、前評判は我々低かったと思うんですよね。はい。で、まあ、その中でも少し、なんていうんですかね、見返してやろうっていうか、うんうんうん、やってやろうっていう気持ちは選手にもありましたし、うん、だからこそ、この2020年シーズン前から行くサッカーをした中で、開幕戦から良かったんですよ、実は。はい、そうですよね。はい、で、まあ、リスタートは向こう多分サインプレーで多分狙ってたと思うんですけど、前でフリックしてっていうのは、うん、内容的にはね、まあ、我々はいい内容で、まあ、点も取るチャンスもいくつありましたし、うん、
まあ、負けはしたんですけど、思ったよりできたなっていう印象は受けた開幕戦だったんですよね。そうですね、なんかストーミングがハマっていくっていう瞬間でもありましたし、はい、まあ、442のシステムだったんですけども、やっぱり長崎の方も3421というシステムで、うん、やっぱりストーミングのことを警戒してミスマッチで狙ってきましたよね、うんうん。まあ、だからその辺の含めてトレーニングは積んでたんで、うん、まあ、大きな破綻もなくて、まあ本当、ね、うん、リスタートで1点取られて、うん、負けはしましたけど、内容的には選手は本当に開幕戦でよく戦ってくれた印象は残ってますけど。確かにそうですよね。72分に、まあ、今シーズン加入しました畑選手も出てきましたけども、その時の畑選手の印象どうでした？まあ、もともとしてたんですよ、 J3 の時から、はいはい。で、まあ、どちらかというと長崎の中ではプレッシャーが早かったりとか、うん、スイッチ役になってるんで、まあ、途中から出てきて、まあ、嫌なタイプではありましたね。なるほど、うん。さあ、そして高杉選手、はい、YouTube のチャットコメント欄にもですね、はい、長崎から杉さん応援してますよっていうことありましたよ、はい、ありがとうございます。はい。まあ、嬉しいですよね、はい、はい。まあ、試合で行きたかったんですけどね。ですよね。怪我しちゃったんで。そうそうなんですよね。はい、まあ、そして柳選手がセンターバックを務めてるということなんですけども。さあ、ということでございまして、第1節は、まあ、内容良かったんですけども、まあ、残念な負けになってしまいました。うん、そして第2節はですね、これ、4ヶ月後になるんですね、うん、監督ね。これがね、ちょっと本当に、まあ、先ほど言ったように、はい、その自粛期間の間。うん、もう一回選手を作り直さなきゃいけないっていう、まあ、今と一緒の時期でキャンプで結構追い込んでて、うん、で開幕戦迎えたのが全部ゼロになったんで、うん、でそこから作らなきゃいけないっていうところよりはメンタル面のケアがやっぱ大事だなと思って、うん、そうですよね。まあ、これは先ほど言ったように僕らも初めてのケースだったし、うん、じゃあ本当にこうチーム一丸となって戦えるのかっていうところをどうやって合わさなきゃいけないのかなっていうところで苦労しましたね、そこは。そうですよ。それでしかも6月27日に再開しているということはもう夏場に入ってきてるじゃないですか、はい。で、まあ、日程も、まあ、7月を終えると、まあ、8月が7試合、9月が8試合という、まあ、連戦が続くという中で、まあ、ストーミングをやるという、まあ、本当に体力を使う戦術ですけど、うん、そういうのなんかやっぱあったんですかね。なんかいやけどそれに関してはその、はい、じゃあ夏場バテるからやめようっていう考えは全くなかったです。全くない、全くなかったです。で逆にどれぐらいチャレンジできるのかっていうところを見たかったんで、はい、うん、まあね、それを結果選手が本当に頑張ってくれた結果だと思いますけど、うんうん、そういうストーミングをやめるっていうことは全く考えなかったですね。なるほど。これそもそもストーミングをやろうっていう、 このシステムをやろうと思ったきっかけって何かあったんですか？いや、それは19年のラスト10試合ですよね。おお、なるほど。そこがもう完全に直結してるんですね。もうつながりですよ、うん、やっぱり。で、まあ本当ギリギリ結果的にね残留できた中で、やっぱりこのサッカーっていうのはサポーターの心も動かすことできたんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん。どちらかというとつなぐっていうよりは、うん、前からプレッシャー行って引っ掛けてっていう方が、うん、躍動感があるっていう方がこのチームには合ってんじゃないかなっていうのを思って。なるほど、うん。で自分もね、いろんなチームで監督してる中でこのやり方は他のチームに真似できないなと思ったんで、うんうんうん、やってみました。あれですよね、振り返ってますよね、今プレイバックですから。でもやっぱり見事に走り切ったという印象はありますね。それは選手が本当頑張ってくれましたからね。大島選手、大島選手、はい、これなかなか夏場大変だったと思うんですけども。夏場はそうですね、相当きつかったですけど、でもだんだん連戦にも慣れてた感じはありましたね。結構最初の5連戦よりは2回目、3回目とかの5連戦の方が、多分足つる選手も少なくなったと思いますし、な感じはしました、はい。すごいですね、もう体がそれにマッチしていくんですね。そんな感じでしたね、はい。なるほど、なるほど。高杉選手、はい。
ね、なかなかこういうあの連戦も続かないとは思うんですけど、普段は続かないと思うんですけど、はい、いかがでしたか、連戦を続けたけども、はい、いや本当次から次へと試合が来て、あのいい経験できたと思います。そうです、まあ、そして、監督、はい、これまた、リモートマッチというね、これは難しかったですよ。なかなかどうでした？いや、まあ、それも初めての経験だし、はい、で音は流していいってあったじゃないですか。はい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 、あの音がなんか今までない経験で、はい、なんかまあ僕らのベンチからの声も聞こえないし、うん、そのサポーターが本当生で声を出してくれる心地いい感じじゃないんですよね。あ、ちょっと言い方失礼かもしれないですけど、うんうんうん、ものすごいなんか失礼な言い方かもしれない、耳障りな音だったんですよ。あのすいません、山形の関係者の人見てたらすいません。あれですもん、なかなか手探りですからね、皆さんね。そうそうそう、ね、はい、はい、でその印象はすごく強かったっていうことと、これ裏話なんですけど、はい、山形と再開後決まったじゃないですか、最初の試合が。そうですね、はい。で、自粛期間中、要はみんなトレーニングするじゃないですか。はい、で1週間前に必ずたあの、ね、非公開で練習試合するんですよ。うん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 、でそれって結構早めに決めるんですね。はい、で山形 の関係者と、まさか当たんねえだろうつって言って組んでたんですよ、1週間前に。なるほどなるほど。そしたら開幕っていうか再開後に当たっちゃって、これも初めてだったの、選手僕も選手時代も含めて初めてですし、うんうん、1週間前に練習試合をして公式戦をやるとよ。これなすごいですよね、またかみたいなことですからね。そうで、まあ手の内を見せないようにしようと してたんですけど、ちょっとまあ向こうは向こうで研究してきて、はいはいはい、はい、うん、で練習試合の時はどちらかというと我々が圧倒してたんですよ。ああ、なるほど、うん、これでもやっぱお互いやっぱりね、あの試合が控えてますから、まあ、全部出し切らないようにだけどうまくやんなきゃいけないということ。そう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 、だからあえてコーナーキックを開幕戦マンツーマンでやったじゃないですか、はい、で山形の練習試合までマンツーマンでやらして、実はあの試合の時はゾーンでやったとかね。駆け引きですよね、うん、もちろんメンバーもシャッフルしてやりましたし。そうですよね、うん、これは、まあ、そういう裏話はあったんですけど、ミドルシュート一発でやられました。いやまあね、うん、あの一発でしたね、本当にね、はい。さあということで、まあ第1節、第2節、第3節とまだ勝ちはない状態でございましたけども、続いていきたいと思いますんでね、井出選手、はい、続いていきますんでよろしくお願いしますよ。はい、例えば固まってました多分自分。すみません、急に振ったりしますんでよろしくお願いします、ね。はい、有馬選手もよろしくお願いしますよ。小太郎寝てますよ、小太郎寝てる。いや寝てないですよ。あ、寝てるとですね。さっきあくびしてたもんだって。あの監督からコウタローって声が飛びますけど、気をつけてくださいよ。はい、集中します。はい、お願いします。はい、さあ、それでは皆さんよろしいでしょうか。続きましてはですね、第4節、第5節、第6節振り返りたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは行きましょう。ご覧ください。プレイバック。お客さんも今日はゲーム前からちゃんとなどはこう歌えず、もうとにかく拍手のみで、でキックオフの方はジェフ千葉からという形になります。さあ拍手の中、今ゲーム開始、早速下平から長いボールが入ってきました。助走を取って田口が蹴ります。狙ったか、いいフリーキックを放ってきました田口。さあキッカー坂木、ジャンプした、ヘディングシュート、高すぎのヘディングです。そうですね、いいですね。ここで米久、早めに低いボールを得てきた。なんとかここは高すぎ戻った。ただまた拾うか、拾ってきました高橋、グランダーでシュートだ。山下の最後はシュート、ここはちょっと戻してから下平を使ってきました。小平玉シュートは鍵出したか、最後触ってきました。ショーターよく止めましたね、サイド出したクレーベー、
前に2人です。下平このクロスで上を抜くか、塩田がキャッチ、最後は笛が鳴りました、ここでようやくクレーベ、ただこれを取った、さあ今は3対4という状況でありますが持ってきます、森、そして上がってきました瀬川です、いいクロスもあります、矢野が飛んだ、決まった、先制ゴール、矢野貴章34分移籍後初ゴールを決めました、栃木先制。田口を使ってきた、もう一回広げてから堀米、ここからクロスだ、飛んだが接触こそありませんでしたが、これは力強く今チャンですか、飛んできました、まあ、今後半が始まりました、後半栃木リードの展開で始まりましたが、栃木のキックオフで始まっています、まあ、かわした瀬川、またもらうか、受けてここからクロスがある、ザクッと切り返しから右足だ、遠くから秋田、よく止めた、新井、ただまだ栃木ボール、岩間が行きます、ここフリーだ、シュート、わずか左、惜しいシュートになりました。さあ今栃木塩田が蹴ったところで今試合終了、栃木がジェフ千葉を破って今季 J2 初勝利を挙げました。やっぱりファンサポーターの皆さんがスタジアムに入ってくれないとできない空間ですから、はい、まあ、今日もそこを楽しみたいと思います ね、 そうですね。今前半45分がスタートしました。向かって左、黄色いユニフォーム、ホームの栃木 SC、 クリアしたまま中西村が出てきます。一平篠塚、外した、一平篠塚カットインスペースへ西村、今のカウンターは鋭かったですね、大宮ね、いいですね、豊島黒川うまく抜けて一平篠塚、中豊島ランニングスピードアップ、一平篠塚またいで左足シュートだー、おバッターね、この間合いは、まあ、前節も点取ってますから、まあ、よりターゲットになりやすい選手なんでね、まあ、入れられるタイミングで横からのクロスっていうのは大きな武器になるんじゃないですかね、どっちの方がフォワードとしてしっかり結果は求められてますからね、そうですね、点取れたの大きいですね。栃木のキックオフで後半がスタートしました。セカンドシュート、森です、見事なミートでした、森俊樹、クライチのキック、秋元につながって、秋元入ってくる、まあ、PK だ、PK、うまく間割ってきました、秋元貴博、いや正面、思い切り蹴り込んで矢野貴章、2試合連続ゴール、栃木先制です。小島に対して佐藤翔、ノーファルで奪った、尾長縦に行く、速いボール弾いたところ、ハスキッチだ、よくブロックに入りました栃木。まあ、大宮は一つ二つ形出ましたよね。小島からマクシメンコ、えぐってきてマイナス、抜けてきた、チャンスになってシュートだ、決定機でした大宮、いや決めたかった、そんな手間かけてないですけどね。今度は右渡部です、もう競り勝った、今度はつながった、ハスキッチだ、こぼれている、黒川あーよく戻った秋元、縦回転ボール、塩田が出る、キャッチ、試合終了、栃木連勝。少し距離は空いてはいますが、互いに並んでの入場ということになります。栃木は開幕から栃木のキックオフで前半が始まります。今前半が始まりました。田代から長いボール、瀬川が入れてきた、田代、すごく冷静に
状況を見ています。さあその下川、山本がつく、仕掛けていく、中3人クロス、ヘディング決まった、金沢先制、クロスから杉浦恭平、その田代ちょっと出した、坂木クロスが入って、うん、金沢ルカをマイボールした、カウンターだ、逆サイド杉浦恭平、ボールが出た、杉浦恭平決定的なチャンス、金沢追加点はなりません。後半右のエンドホームの土地、左のエンドアウェーの金沢です。今後半が始まっています。ワンタッチが引っかかります、ルカオと田代、ルカオ強い、久保田のサポートですが、ルカオ一人で行く、ルカオ、ルカオ、ルカオ、バーに当たった、ここから出てくる難しさもあるでしょうし、まあ、また先発の難しさ、ルカオから加藤、決定的なチャンス、加藤ナイスキーパー、西尾が運んで加藤、加藤かわした、加藤だ、おお触った、ここ出てくる、バッと入った西矢、切り返してファーサイドヘディング合わせた、秋元のヘディング、まだセカンドボール金沢です、加藤、ワンタッチ、くさみのボール入った、森、秋元、エスクデロ、シュートだ、いやー矢野競り勝ちますが、ここエスクデロ反応はできませんでした。ここでタイムアップの笛、さあそれでは振り返っていきたいと思います。それではですね、第4節アウェー千葉戦でございます。こちらシステムが 4-4-2 です、シュート数は栃木が11本、そして千葉が8本ということでございます。監督お願いします。多分この千葉戦から千葉、大宮、金沢って今3試合見たのから連戦が始まったんですよ。はい、で最初は3連戦だったんですよね。でまあ、その中で自粛、うん、それこそ自粛の時にトレーニングマッチしてる時に、やっぱ我々のテンポっていうか、特徴を出す時には押し込まれてる時の方が、うん、結構テンポは出しやすかったんですよ。おうおう、まあ、守備、いい守備からいい攻撃っていうところで、うん、でなると千葉とか大宮っていうのは多分押し込まれると思ったから勝てるなと思ったんですよ。まあ、今終わってから言えるんですけどね。終わってから言えるんですけど、うん、けどどちらかというとうちがボール持って攻めてるとき、特に長崎とかいい試合したって言ったけど、うんうん、ボール持ってるなかなか点が取れなかったっていうところもあって、まだこの時期は深い守備のとこから、うん、攻撃行った方がチャンスにはなってたんですよね。でまあ、そういう形で連勝できたっていうのは非常に、うん、まあ、大きかったなと思いますけど、あの千葉もね、あの試合後に監督がやっぱ会心の勝利だったっていうふうにコメントしてる、うん、言うんですけども、やっぱりそういう手応えだったんですよね。そうですね、まあ、最初危ないシーンいっぱいあったじゃないですか、けど攻め込まれてじゃないですか、はい、まあ、どちらかというとそれで守備の免疫ができてたっていうところと、うん、まあ、もちろん前からストーミングなんでプレッシャー行くんですけど、うん、まあ、その分逆にカウンターで狙えるんだろうなっていうのは思ってたんで、まあ、あの得点はまた綺麗でしたからね。綺麗でしたね、やっぱり、はい、あの選手のまた空中戦の勝率も高かったんですね。高かったんで、はいはい、であのディフェンス陣、まあ、高杉選手を筆頭にクレーベをちゃんと封じてたっていうところもね、はい、大きかったんですよね、はい
はい、さあそして第5節ホーム初勝利ですよね、大宮戦でしたけども、これ、はい、大宮4連勝中で首位だったということでしたけども、はい、これ自信がついたというよりも今のコメントで言うと自信があったという方の方が正しいんですね。まあそうですね、だから大宮も戦も押し込まれると思ったんで、うんうんうん、まあそういう意味ではリズムは作りやすいんだろうなっていうのは思ってました。なるほど。これ大島選手、高杉選手先発でしたけども、控えに井出選手入ってました。井出選手、はい、どうですか、試合の雰囲気感じてみてどうでした、大宮戦。そうですね、栃木 SC に加入して、はい、初めてのメンバー入りをした試合で、全くプロに入ってから、初めての試合で、まあ、ロッカーの雰囲気だったり、まあ、アップに行く、まあ、雰囲気だったりっていうのは本当に肌で感じましたし、本当に栃木 SC の一体感っていうのはすごく感じた試合でしたね。対大宮戦では初勝利でしたよね、あれはね、栃木 SC が。それはもう井出選手ももちろん分かってたっていうことですもんね。はい。いや、分かってた。さあ、まあ、ということでございまして、なんかこう、やっぱ監督、こう、チームとのこう相性っていうのもあるんですかね、千葉との相性がなんかこう、イメージ的には僕いいなと思うし、うん、金沢に対してはいい試合をしても、なんかこう、うまくこう、噛み合わないな、結果がっていうのもあったりしますけど、うん、相性っていうのもありますよね、いろいろね。あります、あります。各チーム、どこと相性が良くて、どこと相性がありっていうのはあるんで。はい。はい、まあ、そういうのもね、うん、ありつつの試合ですからね。うん、さあ、それではですね、第4節、5節、6節を振り返りました。では続いてはですね、こちら行きたいと思います。第7節、アウェー町田ゼルビア戦から第9節のホーム、アルプイレックス新潟戦まで見ていきたいと思います。さあ、それでは行きましょう。プレイバック。まともに一つずつ、クラブとしての歩みを進めている両チーム。左側、青のユニフォーム、FC 町田ゼルビア。今、前半のキックオフです。まあ、立ち上がりの立ち位置見てますが、マソビッチが左のサイドに出ています。さあ、今度はドリブルで秋元、突破を図る。そして右サイドから流れていって、シュートへ！決定的なシーンをまず作りました、榎木翔。町田はマンツーマンでファーサイドは守っています。ゴール前に何人か立たせています。ニアに来る、ボールこぼれている、シュートへ。矢野貴章のシュートだったでしょうか。んこっからね、逆サイドまで持っていきたいんですけどね。吉尾からこのサイドチェンジ、マソビッチが待ってる。水戸口対応、セカンドボール平戸が競って、セカンドボール流した、安藤が打てるか、打ち切れなかった。よく出ました、塩田。ゾーンの間に入っていこうという町田、やはりここも動かしていきます。クロスが入ってくる、ヘディング、シュート、決まった。マソビッチ、そして佐野海舟奪っていく、左足で前線を送る、吉岡からワンタッチ、さあ安藤、安藤シュート、セカンドボールは瀬川、切り返した。今日はマソビッチのゴールで先制をしています。 FC 町田ゼルビア、少し動かして吉尾から千代に入れたヘディングシュート、決まった。オライキ、勝ってるチームでいい流れを変えるっていうのはね、非常に勇気いることですからね。今後半のキックオフです。右から左、白のユニフォームが栃木 SC、 そして左から右、青のユニフォームがショートコーナー使ってきた。シンプルなクロス、ヘディング、シャーノキショー、よく止めました、秋元陽太。セカンドもう一度高杉、サイドを変えます、シュートへ持ってった。最後後ろから飛び込んでいきましたが、佐藤翔の右足でした。試合の構図はまた中断後も変わりなく、ロングボール、エスクデロからのクロス、大崎、
コーナーに蹴っていった深津、そしてここで試合終了の笛。少しずつ良くなってきているので、まあ、選手たち本人、大前選手、林選手もそこは感じているところだと思いますけれども、その辺がお互いが真のライバルと認め合うザスパ草津群馬と栃木 SC、 5年ぶりの対戦です。いつもとは違う雰囲気のダービーマッチですが、熱戦を期待しましょう。ラインは割っていません。大崎です。怪我から復帰をしました。そして瀬川、クロスが入ればですが、3枚います。ニアに入れてきた。で、群馬に関して田坂監督は中断期間中に練習試合をやってるんだそうですけれども、チャンスになるか。抜け出した林、シュートまでいければチャンスだ。シュートだ。川田普通だ。まだ残っていますがコーナーキックを取ります。林が抜け出しました。プロ初出場です、西谷勇気。ここで三角で回して有馬からシュート打ってきた。大崎入りました。栃木先制点。川田弾く、打ってきた。コーナーキックです。おっと、エスクデロに、あー、レッドカードです。川田出てきます。ミドルを打ってくるか。岩上、あまり回転がかかってなかったんでしょうか。林が一番ファーですが、低いボールが入ってきて、ジャスティン、おっと、シュートチャンスがある。少しディフェンスが寄ってきていましたが、矢野は打っていきました。早く行きます。すぐにスタートします。もう一回クロス入ってくる。林がターゲットでした。キーパー出てくる。川田、しかし取りきれない。マイナスから大前、ふわっと浮かせる。大前今2回やりましたね。もう5分経過、かなり長くなってしまいました。そしてここで試合終了です。1対0。5年ぶりに対戦したこの群馬対栃木、栃木がものにしました。さあ、両チーム選手の入場です。14位栃木が6位の新潟を迎えての一戦、矢野気象はフルス対決と。両者の勝ち点差はわずか3です。さあ、試合スタートしました。セカンドボールは栃木です。高杉から、さあ瀬川、かわした、瀬川のクロス、矢野気象が飛ぶ、キーパー出ました、藤田。今度は左の瀬川、ワンタッチで秋元へ、秋元ヘッドで送る、矢野気象、そしてシュート、よく触った藤田。どこを狙うか、栃木のサポーターからは拍手。瀬川の左足、ちょっと変化をつけたボール、こぼれている、クリアし、あとこれつながります。新潟、矢野がチェイス、秋元も行きます。秋元奪った、秋元、矢野気象、ファインセーブ、藤田ノーホイッスル。さあ新潟一度戻して、中島のシュート、ブロック、まだある、こぼれて切り返した、中島パスが通る、シュート、ナイスキーパー、ヘドロランジーのシュート、川田のセーブです。キッカー島田、左足アウトスイング、ゴールから遠ざかるボールになります。上げていく、ゴール前、川田出る、パンチング、さあ新潟シュート、ブロック。後半スタートです。ゴンサロ・ゴンザレスから右の新井、渡辺、佐藤戻る、右のスペース、ヘドロマンジー、ゴール前2人入っていく、グランダー、渡辺受けて、こぼれ球、ヘドロマンジー、ファインセーブ、川田。さあ奪った栃木です。西谷中央で持つ、西谷から背後のスペース、抜けてくる、森、かわしてシュート、キーパー出た、藤田が守った、
ナイスキーパーですね。あそこあの中島とかもう少し島田を、お、坂木つないで、うん、チャンスだ、シュート、これもキーパーです。藤田、秋元のシュートは藤田のセーブ。さあ運んでいく、運んでいく、戻る新潟、かわした、さあこれは1対1、栃木ビッグチャンス、キーパー出るが、ファインセーブ、あーこぼれてこぼれて、どうだ、上です、上です、上です。その藤田が前線にボールを蹴ります。今目安追加3分台に入って、ここで長いホイッスル、試合終了。栃木と新潟の一戦は0対0スコアレスドロー。さあそれではですね、振り返っていきたいと思いますが、アウェーマッチ出せは振り返らなくても大丈夫ですか。いいですか。もうあの次あの群馬戦振り返りましょうか。はい、あの監督どうですか。町田戦はあのコーナーキックで2失点だったんですけども、町田がね毎回リスタートで何かやってるっていう情報は選手に与えてたんですよ。はい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 。でまあそれを分かって流れられたっていうのはね、まあ今見ても悔しいですね。なるほどなるほど、悔しい思い出ですね。あと雷で中断だったっていうのも覚えてますね。あ、なるほど。10分ぐらい。いや、もうあいい思い出ないですね。ないですね。ないですね。わかりました。はい、次いきます。じゃあ次いきますんで、はい、初節ですね。アウェー群馬戦でございました。こちらは1-0で勝ちましたね。井出選手、有馬選手、大島選手。大島選手、先発ですよね。はい。ね、はい、はい、3名先発でございましたけども、監督いかがでした。この試合はいい試合でしたね。はい、内容も良かったし、結果も、うん、いい綺麗な形でね、我々としての形で取れましたし、はい、まあ、思えばやっぱりあのセルが退場になったのは、セル疲れてて、はいはい、これも変えなきゃいけないなと思ってたんですよ僕、うん、あ、そうですか。そうそう、で変えなきゃいけないと思った時に滑っちゃって退場だったんで、セルにはごめんねって謝ったんですけど、終わった後に逆にごめんねと謝ったんですね、うん、だから多分もう多分疲れ切ってたから、あそこスライディングいっちゃったんですよね、うん、それまでトップ下の位置でセル選手が非常に活躍してましたしね。そう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 、だからね、早めに交代しとけば、うん、退場なかったんで。なるほど、思い出しましたね。けど啓太が初出場だったし、そうですよね、はい、まあ、その中で一人少ない中で最後みんなよく守ったなっていう試合でしたね。中2日の連戦だったんですけども、はい、こう7人ねスタメン入れ替えた試合でしたよね、はい、挑みましたよね、はい、やっぱそういうのもね考慮する、はい、シーズンでしたからね、はい、はい。さあそして、この9節ですね、ホーム栃木です、あごめんなさい、ホームで迎えた新潟戦でしたけども、これはあれでしたね、もう僕的な印象はやっぱ相手のキーパーが当たりまくってたというイメージですけど、そう今の映像見てもそうですね、栃木のシュート3本止められてますから、そうけどあれキーパー褒めるしかないですよ。本当ですよね、キーパー良かったですもん。まあ、試合後に森選手も悔し泣きを流したっていうね、うん、エピソードもありますけど、けどその次の試合キーパーやられてましたけどね。あ、なんてこったですね。本当、うちの試合にすごく、けど、ビッグセーブがあったんで、うん、まあ、しゃあないかなと思ってますけど。まあまあ、そういう試合もあると、まあ、キーパーが当たっちゃう、うん、まあ、うちね、栃木市だってキーパーが当たるっていう時もありますから、うん、そういう時もあるということですよね。うん、はい。さあ、ということで、まあ、この試合は高杉選手、先発でしたけども、いかがでしたか、新潟戦、振り返ってみて。いや、もういい守備もできてたし、その中でいい攻撃ができてて、はい、うん、まあ、チャンスあって、まあ、勝てる試合といえば勝てる試合だったんですけど、まあ、なかなか勝つって難しいですね。ああ、なるほどね。グッとくる言葉ですね。相手も真剣勝負でやってますからね。はい。いや、さあ、ということでございまして、新潟戦はですね、僕もすごく記憶に残る試合でございました。さあ、続いてはですね、また3試合振り返っていきたいと思います。よろしいでしょうか。第10節はですね、アウェーレノファ山口戦から第12節ホーム愛媛戦まで見ていきたいと思います。さあ、それでいきましょう。プレイバック。20位の山口と
自分たちのスタイルを結果に結びつけたい13位の栃木。両チームスターティングイレブンがミラスタのピッチに向かいます。山口ボールで試合が始まりました。山口は一旦後ろに下げて溝口が入れていきます。大島受けて、さあもうここではゴール前に秋元と矢野貴章が待ち構えています。クロスが入った、秋元の後ろ矢野貴章、ゴールキーパー山田元気が出てきました。瀬川のところにこぼれてきます。ここは細かくつないで西谷からスルーパス、瀬川クロスはここで入れてきた。山田がこぼして田代、シュートまではいけませんでした。しっかりとパスでつなぎます。試合前、山口の下田正弘監督は自分たちのサッカーで栃木を剥がしたいという話もしていました。秋元のクロス、ゴール前ヘディング、最後秋元が合わせていきました、はい、瀬川が行くでしょうか。そしてこぼれ球のところはどうか、瀬川が狙っていった。山田元気パンチングで外に出していきました。センターバックでプレーしています。さあ川井歩夢から長いボール前線有利のところ、川田が出てきた。川田周平キャッチしました。このセカンドボール拾ったのは栃木矢野貴章です。素早く攻撃に転じられるか森俊樹です。森俊樹のところ奪い取りました。ファールなしで奪った山口、さあ勢いを持って左足のシュート、川野浩太迷わず。後半は栃木ボールでキックオフです。西谷は田代から前線ロングボール、矢野をめがけたボールです。ここは競りに行きました。このセカンドボール拾ったのは栃木です。中に入れて大島がボールを引き出した、左足がシュートを打った、決まった。後半立ち上がり早々、大島幸喜今シーズン初ゴールを決めました。後半の立ち上がり46分のゴールです。このこぼれ球競り勝った。しかしもう一度拾ったのが山口。さあペナルティーエリアの中、右足シュート、最後は森浩太思い切って右足を振っていきました。白のユニフォームの選手はいませんでした。さあ山口のカウンターだ。高井が持ち上がる、ね、右サイドに田中パウロ、左を使った森浩太、もう一度高井が、森のシュートはどうだ、惜しくもネットを揺らすことはできない。ゾーンで守る栃木の守備、かいくぐれるか。キーパー川田が弾いた。ここで栃木の勝利を告げる笛が鳴らされました。しっかりゴールマウスを守ってという形で J2 残留に大きく貢献したプレイヤーです。さて両チームの選手たちが入ってきました。昨シーズン両チームの対戦は1勝1分け、岡山がリードしたという対戦カードになります。前半45分がスタートしました。左エンド黄色いユニフォーム栃木 SC、 右から左に攻めていきます。白いユニフォーム岡山です。このコーナーキックから今シーズン4点取っている岡山、逆サイド清水、うん、折り返して中央ヘッド、こぼれて詰めた。立ち上がり堅守の栃木から幸先よく取りました。岡山最後チェジョンオンでしょうか。田代、これも長いボールになって抜ければチャンス、うん、秋元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 、チェジョンオン倒してしまいました。止めた、こぼれている秋元、はい、しましたがよく決めました。秋元隆博、まあ、1人少ないということで、はい、今日はそこを狙っていこうというような声も出てるのかなと。今後半45分がスタートしました。エンド変わりまして右から左に攻めていきます。黄色いユニフォーム栃木 SC、 ああ止まらない、ちょっと顔に入りましたがアドバンテージ見ています。スペースへ、チャンスになった、うん、森、森、森、ホームウィリアム、瀬川丁寧に上げる、逆サイド上がったボール、田代こぼれてシュートまでいけるか、シュートだ、
少し力が入りましたね、シュートのところで、はい、パワープレーに来るかもしれません、うん、コーナーキックです。まあ、柳の高さもありますから、スローインでした。瀬川のクロス、シュート、ピシャンセー決めました。栃木、この最後に柳ですか。柳です。この田坂監督からすると柳を入れてこれを狙いましたからね。試合終了、劇的です。栃木連勝。審判団に続いて両チームの選手たちがピッチに姿を見せています。向かって右側、黄色のユニフォーム栃木 SC、 左側白のユニフォーム阿部チーム愛媛 FC です。白が4枚ですね、4-4-2のような形に、はい、今は見えますね、はい、前半がスタートしています。前返す、こぼれた、フリーだ、シュート、抑えて打ってきました。和田が打ってきました。あ、これはファールになります。イエローカード、和田達也にイエローカードです。さらにいた、変わって愛媛、丹羽、長沼、マイナスに森谷、ファーサイドもいるけど、クロス、あーと流れてきた、クロスはこぼれている、小暮、うん、あ、よく戻りました。中は3枚、こぼれている、もう一つ秋元が拾います。庭のフリック、けました、ね、小暮、もう一つ外、こういう展開が欲しいわけですよね。そうですね、 あの大逆転勝利、第2節の徳島戦でもやってます。あの時は 0-3 から 4-3 までひっくり返しました。ファーサイドに山崎、山崎叩きましたがもう一つ行きませんでした。木本、うん、ここは外へ出します。溜めて山瀬、森谷打つか、森谷が打ってきました、うん、ファーサイド、ヘディングシュートだ、左なら前の、右なら森谷、森谷を狙ってきました。まあ、田坂監督からも、それからピッチ上の選手からも、まあ、もちろん愛媛の方からも伝わってきます。コーナーキック、山崎折り返した、こぼれて、もう一つヘディングでそらしました。横谷チャンス、森、森、溜めた、エスクデロセルヒオ、切り返してシュート、セガ合わせた、田代ポスト、直接ではなく合わせる形にしました。栃木、試合終了、0対0、引き分けに終わりました。さあ、それでは振り返っていきましょう。第10節、阿部山口戦でございます。これ 1-0 で勝利でした。田坂監督、いかがでしょう。大きいがね、うまいシュート決めてくれたんですよ。そうですね。はい、こう、はい、あの最初にあのね、ペナルに入って落ち着いて、一、うん、回フェイントかけて溜めてね、決めてくれて、まあそれをみんなで最後守りきたっていう、はい、まあ我々としては会心でしたよね。そうですね。大島選手、はい、後半早々のゴールでございましたけども、あそこ振り返ってください。そうですね。それまでの試合は多分右サイドバックでずっと出てて、初めて右サイドハーフやったんで、その10節で絶対点取ってやろうと思って試合に入ったんで、よかったです、結果出て、はい、あのシュート打つときにね、先ほど田坂監督もおっしゃってましたけども、こうなんかこうワンフェイクツーフェイク入れて相手を倒してからの冷静なゴールだったように見えるんですけど。
そうですね、あんまりああいうの決めたことないんですけどなんかはい、乗ってたんじゃないですかね、ちょっと相手が見えて、はい、フォワードの血が騒いだんじゃないですか。そうですね、もう完全にそうですわ、そうしてきますあのいろんなポジションこなしましたしね、大島選手いろんなところね、田坂監督、うん、マルチプレイヤーですよね。あのユーティリティとして育てたいんですよね、はあはあはあ、で後期器用なんですよ、こう見えて、うん、ですね、こう見えて、はい、守備がねすごい上手いんですよ。あ、なるほど。あの的確なポジションを取れるんで、でそれでサイドバックに使ってたんですよ。なるほど。まあ、守備って原則がある、あるんですよね、その守備の、うんうん、で攻撃ずっとフォワードだったのに守備の原則をしっかり取れるポジション取れるんで、そういうセンスはあるんですよね。ちょっと大島選手、はい、これもう目の前にしてめっちゃベタ褒めですよ、これは。ありがとうございます嬉しそうですね嬉しいですもっと頑張んないと、はい、はい、じゃあもう今年も期待してるぞという意味ですもんね、田坂監督ね、はい、昨日もあのゲームも良かったんで。あら、ありがとうございます。これはちょっと もうすごいことになりそうですね、今年もね、うん、さあということで、続いて第11節のホーム岡山戦振り返りたいと思いますが、監督いかがでしょう。あの一発目のコーナーキックですよね、狙われててファーサイドで折り返しっていうのを、うん、それをまんまとやられてしまったんで、ね、まあ、そのキッカーが、今年うちのチーム来てますからね。本当ですよね、すごいですよね、すごいですよねって言い方あるかもしれないですけど、期待値高いですよね、はい、まあ、本当にいいキック、生で見てもいいキックするなと思いましたよ。うん、本当あのびっくりしました、はい、本当にね、はい、あの栃木市に決まったという報道を見たときはね、はい、さあそして、まあ、この試合64分ですね、高杉選手からの縦パスをで受けた有馬選手が振り向きざまげに右シュート放ってわずかポスト左へといういいシーンもありましたけども、高太郎選手起きてますか。はい、起きてますそういったシーン覚えてますか。はい、覚えてます。はい、いかがですかあのシーンは。いや、まあ、確かあの、うん、また狙って、はい、打ったと思うんですけど、はいはい、まあ得意の形というか、うん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 、だったので、まあ、決めたかったですけど。なるほど、高杉選手からのいい パス入りましたね。はい、いい縦パスでした、はい、高杉選手。はい、杉様、はい、やっぱりあの有馬選手がこういう形好きだぞっていうの分かってたパスですよね、きっと。いや、そうですね、まあ、あの練習の時からあの、はい、そういうとこよく顔出してたんで、で、まあ、ゴールに近ければ、あの、孝太郎、シュートうまいんで、うん、決めてくれるとは思ってたんですけど、うん、まあ、残念でした。惜しかったですよね。惜しかったですね。井出選手、はい、あのシーン、あの覚えてますか。そのシーン覚えてます。覚えてます。どうでした。惜しかったですね。いや、なんか前日かなんかにあのシュート練習でなんかそういう練習をしてたんですよ、有君は。ほう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 。で、あのこの形来たなと思って、うん、見てたんですけど、うん、ちょっと惜しかったですね。ちょっと惜しかったです。まあ、あの井出選手がね、センターバックだったらそういうパスを出していこうって意識はあるってことですもんね、やっぱり。はい、そうですね。特徴を生かしてということでございますけども、さあ、まあ、ということでございまして、じゃあ、どんどんいきましょう。はい、お時間がね、どんどん進んでっちゃってね、あのテンポよくいかなきゃいけなくなっちゃって申し訳ないんですけども、どんどんいきたいと思います。さあ、それでは最後のブロックいきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。最後はですね、第13節のアウェー FC 琉球戦、そして第14節、ホームアビスパ福岡戦まで見ていきたいと思います。さあ、それではいきましょう。プレイバック。今日の審判団です。主審西村雄一、副審渡辺康太、中井久志、第4の審判は国吉正樹です。2020明治安田生命 J2 リーグの第13節、夏の5連戦、夏の陣その4戦目、琉球対栃木の一戦、今試合が始まりました、はい、その
プレスに行くタイミングというのも、うん、あの無駄がなくなっているというふうに、はいうね、自分たちの守備に自信を見せてます。シュートを放っていきました。ゴールキーパーのダニー・カルバハル、うん、見どころに入ったところ、ここ消します。そして有馬、坂木つながって、坂木のシュート、栃木先制。前半の11分、久しぶりにスタメンで出てきたこの坂木翔太、今シーズン2点目。中央あたりニア近づいてきて鈴木がクリアします。左エンドがホームの琉球です。右エンド栃木。中央で田中圭太いますが、後ろ山口、山口がシュート、川田触りました。ポジションのチェンジがあるかもしれません。そうですね、はい、上原慎也持ち味は何といってもヘディングの技術です。ハン・ヨンテが入ります。ハン・ヨンテが坂木に代わって入ります。その坂木に代わってこの時間からハン・ヨンテが入りました。上原ターゲット入れる、ヘディング、上原のヘディング決まりました。琉球が追いついた。いやー、采配ズバリですね。攻撃を遅らせます。黒崎、うん、あスピードがある。黒崎、ここは森、合わせてヘッド、ハン・ヨンテ、素晴らしい。ハン・ヨンテの今シーズン初ゴールで栃木がリードしました。池田、左から沼田のクロス、上がってきた、上原のエンド、お見事、上原慎也、今日2点目。素晴らしいですね。上原のヘッド2発で琉球が再び追いつく。一進一退の攻防。森運ぼうとしましたが、これはスローインになりました。まあでも本当、あ、ここで試合終了のホイッスル。これも大事なゲームになります。吉を先頭にしまして、両チームの選手が入ってまいりました。栃木県グリーンスタジアムです。画面右、ホームの栃木市、一瞬の静寂から主審の榎本さんの笛が鳴り響きまして、前半の45分スタートです。画面左から右、黄色ユニフォームがホーム栃木市、右のサイドバックの水内、ゴール前には3人4人ときますが、裏抜けた、最後はボランチの3歩、これからでしょうね、うん、さあファンマが抜けるとチャンスですが、川田が出る、遠野、川田が笛が鳴ります。カードが出ます。いえ、ユズアはかなり距離を取ってます。サロモンソン、ゴールネットが入れます。先制福岡、サロモンソンのフリーキックで、さあゲームが動きます。うん、そこいいですね、はい、さあ瀬川、ゴール前には2人3人と来るが、ニアで秋元飛び込んでいきました。今ボールのところには大島がいます。後半の45分スタートです。右から左、ホーム栃木、左から右、アウェーの福岡です。長いボールを入れてきます。面白いボールでしたけどね、はい、岩間、前が開けて打っていく、プレッシャーのかけ方は本当意思統一ができてますね、栃木は。まあ、この後半になってもその勢いは止まりませんが、さあ高い位置で奪った、遠野、中に返す、増山、うん、切り返した、瀬川、うん、最後はボックス内で仕事をしました瀬川です。キッカー秋元、中に来る、ゴール前、田代が押し込む、そのまま両者の間を抜けていきました。
後ろが3枚ないし、まあ、5バック決めっていう感じなんですかね、うん、そうですね、はいはい、ボール前に来た、秋元、エスクデロ中に入ってくる、落とした、瀬川、ハードワークをする栃木相手に苦しみましたが、アビスパ福岡1対0。さあそれでは振り返りたいのですが、その前にですね、先ほど大島選手がゴールを決めたものに対しましてですね、スパチャでですね、総次郎さんからスパチャ投げ銭いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいただいております。おめということでございますんでね、大島選手、はい、いただいております。さあそれではですね、13節琉球戦振り返っていきたいと思います。監督お願いします。この試合は印象深いですね。そうですね、すごかった、ね、まあ、言い方ちょっと失礼かもしれないと地獄のような試合でしたね。もう選手かわいそうなくらい熱かったんで、うん、でその中でもさっき冒頭の話なんですけど、ストーミングは選手やってくれたんで、うん、で前からプレッシャーガンガンかけに行って、うん、でいい形で点取れてチャンスも作ってたんですよね、はい、で最後もうこれ本当選手きついだろうなと思ったから3バックで守りきろうと思ったんですよ、 1-0 で、うん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 、で変えた瞬間にあの長いボール入れて上原に決められちゃったんですよ。で普段だったら杉と田代があんなぶつかることないじゃないですか。はいはいはい、そうですよね。あれはだからさっきのセールじゃないですけど、こっちの僕らのミスなんですよ。僕のミスなんですよ。なるほどなるほど。もし変えなかったら、そのままフォーバックでも守れたかなと思ったんですよ。で、って、はい、はい、はい、どうぞ。それが一つと、はい、まあ、あと次4手が入れてくれてリードしたんですが、そうですね。最後、まあ 2-1 で終われればと思ったんですけど、最後決められたのも、けどその試合からですよ。井出啓太がヘディングの練習するようになったのは。なるほど。本当に自主練で。井出選手、はい、そうなんですか。そうですね、あの試合、まあ、自分のところでやられて本当に悔しい思いしましたし、うん、あそこで守れてれば全然チームの、まあ、順位っていうのも変わっていたのかなっていうので、本当に大きな、うん、まあ、悔しさっていうのはあったので、そこから本当に自主練を徹底してやるようになりましたね。なるほど。昨シーズンのやっぱイメージとしては、栃木 SC は点を取られても必ず取り返すというワクワク感というか期待値は非常に高かったと思うんですけどね、うん、監督、まあそういう意味でも本当に選手が、まあその取った後も取られた後も、うん、そんなに動揺しなくなりましたよね、チームとして。はい、うん、やるべきことは自分たちはこれだっていうのが意思統一できてたんで、まあそういうところでもたくましくなっていきましたね、どん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 。なるほど、うん、確かに先ほども監督おっしゃられてましたけども、気温30度超えてましたからね。いやいや、あれはもうサッカーやる状況じゃないですよ。それでも走り切りましたね。走り切りました、はい、だからこそ勝ちたかったですね、はい、本当に、はい、まあ、本当勝ちたかったですけど、うん、まあ、けど勝ち点取ったっていうことは良かったと思いますけどね、あの状況 で、ね、はい、はい、勝ち点を持ち帰ってきたってことですね、はい、はい。さあそしてですね、これどうなんでしょうね、このホーム福岡戦でした。これ、ね、シュート数では栃木が8本ですが、福岡が2本という試合、うん、これさっき杉さん、さっきのブロックで愛媛飛ばしたじゃないですか。あ、ごめんなさい、飛ばしちゃいました。飛ばしたんですけど、はい、いやいいんですけど、けどね、はい、その愛媛ぐらいから我々を研究し始めてきたんですよ、他のチームが。で愛媛も我々のそのプレッシャーを回避しようと思って、最初4バックでスタートして、後半から3バックに変えてきたりとか、そうですね、はい、でも福岡も我々を研究してきて、うん、そのもうどんどん前に入れるようなサッカーしてきたんですよ。もう本当にファンマにシンプルに入れてセカンド、シンプルに入れてセカンドっていうのを、我々のプレッシャーを回避してきたんですよね。はいはい、それはすごく印象になって、うん、はい、でまあ本当、直接フリーキック一発でやられたっていうだけで。内容的にはまあ本当に良かったんですけど、
そうですね、出てましたよね。もう悔しいっていう試合でしたね、その試合は。確かに先ほど12節愛媛戦を振り返ると、はい、前半は愛媛4バック、はい、いつもと異なるシステムで、はい、まあ、固い展開に持っていこうという、ね、はい、流れで、で後半は S3 バックになったという、でシュート数も愛媛は5本で栃木が10本ってなると、やっぱり、うん、福岡戦も栃木が8本で福岡が2本、栃木が8本で福岡2本というのは同じ考え方だったということですね。まあ、だから我々 のハイプレッシャーを本当に回避しようと思って、はい、愛媛は広げてつなごうとしたんですよ、うんうんうん、逆に福岡はもう我々のディフェンスラインにどんどん入れて、うん、セカンド勝負っていうのをパワー勝負でしてきたんですよね、うん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 、でその辺から研究され始めたなっていう印象は受けた時でしたね。あ、なるほど。なんかでも福岡戦はこの西矢選手と佐藤選手翔選手を入れたあたりからまた勢い増してったなってイメージもありましたけどね、はいはい、だから後半は押し込めてたんで、うん、セカンドも拾えてたんですよね。そうですよね、うん、はい。まあ、だからその辺ぐらいからですね、まあ、本当に研究してきたから、じゃあ次どうしようかなっていうのが、これがちょうど5連戦だったんですよね、初めての5連戦だったんですよ、はい、そうですね、はい、そうそうそうです、そうです、そうです、はい、うん、これ、高杉選手、はい、ここは福岡戦はそんなに攻められてるイメージなかったんじゃないですか。攻められてるっていうか、こう、相手選手とこうガツガツやり合ってたっていう場面が多かったですね、うん、そんな思いでというか、そういう感じがします。なるほど。本当に1点を取って守りきるというスタンスでしたね、福岡は。ねえ、そうですね、はい、まあ、その中でもみんなしっかり戦えてたし、はい、まあ、1点は遠かったですけど、まあ、次につながる、そうですね、まあ、負けというか、そういう部分もあったと思います。さあ、そして大島選手も先発でしたが、いかがでした か。そうですね、今杉さんが言ってくれたような感じだったんですけど、多分あの時福岡はまだ多分17位とかで、多分下だったと思うんですよ、栃木より順位が。そうですね、であの試合に勝ってから多分連勝して一気に昇格まで行ったって考えると、なんか悔しいですね。なんかそう考えると、これまで、そう、福岡は連敗してたと思う、連敗だったと思います。そこから確かに栃木に勝ってからの勢いはついてきたなっていう。そうですね、ちょっと悔しいですね、はいはい、あそこを抑えときたかったですね、はい、抑えときゃうちが J1 だったかもしれないですね。いや、そうです、そうです、はいそうですねありがとうございます。さあ、ということでございまして、お時間やってきました。あっという間の1時間半でございます、はい、申し訳ございません、皆さんもですね。さあ、ということで、次回は、2月の10日20時から21時半までとなりますが、その前にですね、次節の予告、皆さん見ていただきたいと思います。第15節から第29節までのハイライトゴール集を見ていただきたいと思いますので、こちらをご覧ください。どうぞ。外から来た、水口ヘディング、サイドバックセガーだ、中4人、セガーのクロス、矢野を越える、セカンドボール拾う、運んでシュート。でも縦パスを入れないとやっぱゴールには近づいていけないので、はい、おー、収めた、ダイレクト、秋元、そんな形になりました。山口ディフレクション、跳ね返ってもう一回黒崎抜けてきた、これで田代引っ掛けた、瀬川粘る、瀬川クロス、ヘディングだ、柳、松本の方はボールの捨て方までしっかり考えないと、うん、カウンター食らいますね。山本ミドルシュート、自分の間でシュート決まった、同点栃木、1対1、矢野智翔、
さあ同点のチャンス、秋元決めた、同点2対2。中柳が待っています。田代が柳を狙う、体を寄せる伊藤、こぼれ球、坂木のシュート、折り返して柳、このために入ってきました。宇高からバイス、あ、ここはエスクデロから裏、秋元抜いていく、エリアの中入って左足だ。ここで秋元上げてくるところ、ヘッド、ここは矢野貴章、秋元が蹴ります。ショートコーナーなら西谷勇気がいます。秋元直接行って中央でヘッド、ノーファール。森もらった、森がエリア内、森、シュート、取れてた。黒崎も真後ろにいます。また低いボールずらしたところ、入ったか、栃木先制点。あ、これもクリアが浅い、岩間から黒崎打ってくる、コースが合った、栃木クロス越し。大島から黒崎どうか追いつくか、中また4枚入ってきている。大島ターゲット、そこだ、そしてまた森を使う、いや黒崎を使う、そして森だ、森2点目、黒崎と森。さあということでございまして、もうゴールシーンだけでもうワクワクが止まりませんけどもね、柳選手の柳劇場が始まってる瞬間もありますし、水戸戦とか岩田戦とかもう一度振り返りたいですし、あとはアウェー水戸戦での田坂監督と水戸とのコーチのちょっといろいろちょっと聞きたいですねっていうのもありますけども、まあできる範囲でお願いいたしますけども。さあということでございまして、もうお時間でございます。あっという間の1時間半でございますが、選手の皆さん、そして監督から一言いただきたいと思います。まずは選手からいきましょう。高杉選手お願いします。今シーズンは、昨シーズン以上に熱い試合ができるように、チーム一つになって頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。はい、杉様よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあそして、井出選手一言お願いします。はい、今キャンプ中ですし、チームの一体感も上がってきていて、本当にチーム全員で、開幕に向けて頑張っていて、本当に今年は先杉さんも言ったように、去年以上の結果が出せるように頑張るので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、有馬選手お願いいたします。はい、今シーズンは、昨シーズンより、まあ、個人的にもチームとしても活躍できるように頑張るので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大島選手お願いします。はい、今キャンプ中ですけど、しっかり、鍛えてチームで一体感を持って開幕からチームとして飛ばしていけるように頑張るので応援お願いします。よろしくお願いします。さあ最後に監督お願いします。はい、また10日、はい、YouTube の配信でもちょっとしっかり下準備をしておきますんでちょっとキャンプ中でなかなか今できなかったんで、はい、本当に選手も監督もお疲れのところありがとうございます。しておきますし、また昨年同様、はい、選手に見せたモチベーションビデオとか、おお、うん、用意しておきますんで。すみません、毎度毎度ありがたい。はい、ちょっとみんなのモチベーション、皆さんのモチベーションも上げればなと思いますんで。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さあということでございましてね、本日は以上でございます。アコアコさん、スパチャ投げ銭ありがとうございます。さあということでですね、第2回目2月10日はですね、こちらオフィシャルファンクラブクラブ T 会員限定配信となります。はい、今シーズンはね、クラブ T 限定でこのような配信をどんどん行っていきますので、この機会にぜひご入会の方ぜひよろしくお願いします。詳細はですね、栃木市のホームページに載っておりますので、そちらをご覧ください。よろしくお願いいたします。さあということでございまして、選手監督の皆さんお疲れのところ、本当に本日は
ありがとうございました。今シーズンもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、サルテンの方もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでお時間でございます。栃木市プレイバック2020第1回目でした。ありがとうございました。